一昨日配信するって言ってできなくて、昨日もせず今日になりました。こんばんは。楽しかった今日ね。湯上がりかい？湯上がってないです。寝てた。こんばんは。しておりました。こんばんは。鼻がむずむずする。ありがとう。こんばんは。宮ガーデンズからすごかったね。そうですよね。こんばんは。ありがとう。ゆういちろうさん、ひなたはありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。めっちゃお疲れっぽい。そう、タワーの裏かけてるんですけど、皆さんいらっしゃるかな。こんばんは。ね、まだあるんだ。初めましてできてよかった。ありがとう。こちらこそ。黒衣装は暑かった。暑かったね。こんばんは。うん、皆さんありがとうございました。めちゃめちゃ一瞬帰った日を除くと、すっごく久しぶりにね、家にいて会ったんですけども、3月1日もね一瞬帰ってきたんだけど、こんばんは。明日が1月何日ぶりのオフなんですよ。だからもうなんかこうずっと張り詰めてたものというか、ピーっていうこの気持ちがさ、こうふっとなったというか、明日はだからなんか楽しくはあったんだけど、やっぱね一日中何もないっていうのって大事だなって思った。よくわかりましたね。じゃあ今日ニンニク食べた。そう、めっちゃニンニク食べた。焼肉して、フライパン焼肉して、ニンニク食べました。
は。釣り犬さん、タワーありがとうございます。こんばんは。釣り犬さん、タワーありがとう。ありがとうございます。これ書いた方がいいね。あ、でも書いてるやつも出さなきゃ。どうしようどうしよう。まあ。本当に楽しかったです。どうも、こんばんは、ありがとう。ゆういちろうさん、ありがとう。まあ、ありがとう。そしてっぽいものは食べてないかも。なんか私まだお風呂に入ってないんですけど、すっごく自分に花粉がついてる感じがする今。水健さん、タワーありがとう。今日はすごい楽しかったです。初めまして、できてよかった、ありがとうね。こちらこそありがとう。ありがとう。ちょっと明日父並べのお礼とタワーのお礼、もうタワーのお礼書いてるんですけどね、5分でできるかな。 STU の花粉症率高すぎんかい。やっぱさ、自然なんかさ、花粉症ってさ、あのなんか一定の量をこう吸い込むとなるみたいな言いません？本当か知らんけど、犬アレルギーも猫アレルギーもそんな感じじゃん。
ップの水的な、そうそうそう、ほいでみんなね、こう自然の近くで育った人が多かったりするから多いのかな、メンバー的に。そう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 、そうなのよ。前回の俺はいつになりそう。前回とはいつのお話でしょうか。私が明日やらせていただくのはお誕生日の時と千秋楽の時のお礼をもう書いてるので、こんばんは。ゆっくりできたらいいな、明日は。もっと配信も。ごめんよ。おやすみ。ありがとうございます。ありがとう。今日は久しぶりの瀬戸内巡りで、なんか昔を思い出して、すごく嬉しかったです。岡山も私は行かせていただけるので楽しみ。ありがとう。それでは団長を読みます。13位ブルーさん、12位長谷川さん、11位モモルンさん、10位シギさん、9位坪井ゆうすけさん、8位井上義弘さん、7位東京ってすごいさん、6位ジュナラゴさん、5位望月もちおさん、4位マサさん、3位ナッカンさん、2位つりけんさん、そして1位はドゥルルルンちゃんゆういちろうさんでした。ありがとうございます。安村さんがいる。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルルンちゃんありくんさんでした。ありがとう、ラッキー。本当にありがとうございました。今日、また明日お会いしましょう。バイバーイ。夜も